はい、皆様こんばんは、本日もやってまいりました水曜チラチラ作戦のお時間でございます。この番組はキノワンシティ FM81.8MHz でお送りしております。他にサイマルラジオ、リスンラジオではネットで日本全国から聞くことができます。この番組は、私コギーが主に沖縄にまつわる様々な話題を取り上げまして、そこから問題提供し、沖縄をより住みよくするための方法を皆様と共に考えていく番組でございます。さて、5月の中旬にもなりましてですね、まあ、沖縄はもう1週間ほど前に梅雨入りしてしまったんですけども、まあ、梅雨入りしてからはですね、まあ、時々中休みのということで晴れる日はあるんですけども、雨の日が多くですね、まあ、洗濯物を干す場所に困っている日々が続いております。まあ、梅雨入りしてしまいますとですね、まあ、ゴールデンウィークも明けたっていうことにもなりますので、沖縄の方ではちょっと観光客がですね、まあ、若干少なくなる、まあ、ゴールデンウィークまでの期間よりもですね、まあ、若干少なくなってしまうんですけども、まあ、この時期少ないからこそ、まあ、こういった推定時にですね、まあ、沖縄を観光されようという方もですね、多いのではないかなというふうに思います。まあ、そのようにですね、まあ、ちょっとでも航空運賃の安い期間、推定期間に沖縄旅行を考えている方にですね、まあ、実はおすすめの情報がありますので、紹介したいなというふうに思います。まあ、沖縄にはですね、まあ、本当に様々な宿泊施設があるんですけども、その中でも日本最南端、沖縄本島最南端にある、まあ、ペンション喫茶南の楽園というところを紹介したいなというふうに思います。まあ、こちらのペンション喫茶南の楽園は、沖縄県糸満市、小倉にございます。まあ、沖縄県糸満市というとですね、まあ、平和記念公園であったり、この番組でも紹介いたしました白梅の塔があったりとですね、まあ、戦績が結構多いところでありまして、このペンション喫茶南の楽園につきましてもですね、そのような戦績からですね、非常に近いところにあります。このペンション喫茶南の楽園というところはですね、非常に陽気な国士の方が経営しておりまして、まあ、祝祭日には日の丸が上がるという、そういった、施設になるんですけども、まあ、そこから実はですね、お得な情報がございます。このペンション喫茶南の楽園ではですね、ペンション喫茶南の楽園専用のホームページ、Facebook ページがあるんですけども、その Facebook ページからご予約したお客様限定でですね、5月の10日から6月いっぱいまで宿泊料金の割引を行っております。ツインルーム、トリプルルームに限り、素泊まり1泊1名様3000円、2名様一室で1名様2500円でですね、まあ宿泊できるということで、まあ、かなりリーズナブルな料金でですね、まあ、沖縄に宿泊できるということで、ぜひともですね、南の楽園、ペンション喫茶、南の楽園のですね、Facebook ページをチェックしてみてください。まあ、それでですね、まあ、この5月10日から6月いっぱいまで、まあ、沖縄を訪れる予定がある方はですね、まあ、ぜひともペンション喫茶南の楽園にですね、まあ、空き室がないかどうか、確認してからですね、もし、空き室があればですね、まあ、こちらを利用していただければいいのではないかなというふうに思います。まあ、こちらの、まあ、ご主人様、まあ、私ともですね、まあ、親しくしていただいてるんですけども、まあ、非常に陽気な方でですね、まあ、話していて楽しい方でありますし、結構沖縄にまつわることだけでなく、いろんなことをですね、まあ、知ってる方でもありますので、いろいろお話しされてみるとですね、まあ、勉強になることも多いのではないかなというふうに思います。では本日もですね、まあ一曲流してから本題に入りたいと思いますが、確か去年はですね、まあ梅雨の時期につきましては、陽気な明るいテンポの曲をおかけしてたんですけども、まあ今年はですね、まあちょっと去年と同じというのではですね、まあ芸がないだろうということで、まあしっとりとしたですね、バラードを中心に梅雨の時期はですね、まあお届けしたいなというふうに思います。まあ本日おかけするナンバーは、関さんのナンバーからになります。イエズの I Love You。はい、本日はですね、5月の16日ということで、昨日5月の15日がですね、沖縄の祖国復帰記念日ということで、まあ、この、5月15日、昭和47年ですね、まあ、5月15日に、まあ、沖縄が日本復帰を果たしたということで、今年はですね、それからの46年が経過したことになります。まあ、この祖国復帰記念の時にはですね、まあ、祖国復帰を盛大に祝いまして、まあ、沖縄各地ではですね、まあ、パレードが行われていたり、あと、沖縄県内のですね、まあ、公立の小学校の子供たちの一部にですね、まあ、復帰記念メダルが配られていたりとですね、まあ、祖国復帰を盛大に祝う風潮があったんですけども、どうも最近ですね、まあ、このところ近年ですね、まあ、それに反する動きが出てきております。
まあ、この5月の15日が近くなりますと、まあ、沖縄県内各地ではですね、まあ、平和行進と称しまして、まあ、いわゆるあっち系の方々がですね、まあ、基地反対系、派のあっち系と言われる方々がですね、まあ、沖縄県内をまあ練り歩いてですね、まあ、基地反対を訴える、まあ、基地のない平和の沖縄をというふうにですね、まあ、叫び声を上げてですね、まあ、行進するということが行われております。まあ、その記事、その様子をですね、まあ、紹介した記事がありますので紹介いたします。八重山日報沖縄本島版の5月12日付の記事から紹介いたします。見出しが、本島で平和行進始まる復帰46年基地負担訴えということで書かれております。本文を読みます。沖縄の本土復帰から15日で46年となるのを前に、変わらず続く米軍基地の負担集中の現状を訴える41回目の平和行進が11日午前沖縄本島で始まった。県内外からの多数の参加者が2コースに分かれて歩き、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設反対などを3日間にわたり訴える。汗ばむ陽気の中、移設反対の座り込みが続く辺野古の米軍キャンプシュワブゲート、キャンプシュワブのゲート前と那覇市の沖縄県庁から計820人が基地のない平和な沖縄を作ろうなどと声を上げながらスタートした。辺野古での出発式で稲嶺進前名護市長は、県などが反対する中で工事が続く現状に民主主義も地方自治も成り立っていない。祖国と呼ぶには悲しい現実だと動きを強めた。県庁前では、篠間美希子那覇市長が基地から派生する事件事故が後を絶たないと批判した。広島市から参加した土屋みどりさんは、広島のような悲劇な悲惨なことが二度と起こらないように、行進を通じて平和を祈りたいと話した。長崎市の生越義行さんは、沖縄に大半の基地が集中する現状はおかしいと指摘した。辺野古からは、中部の嘉手納基地など、米軍基地の周辺を経由し、県庁前からは、糸満市の平和記念公園などの戦績をめぐり、いずれも、普天間飛行場が市街地の中心部に占める宜野湾市を目指す。平和行進は、本土復帰後も続く基地負担を抗議するために、1978年に始まった、というふうに紹介されております。まあ、この、更新につきましてはですね、まあ、他の沖縄日誌ですとか、あと沖縄テレビもですね、まあ、結構大きくと、まあ、取り上げておりますので、まあ、毎年そうなんですけども、結構大きく取り上げられております。まあ、このように、記事を読んでみますとですね、まあ、この人たちは平和のためにですね、更新しているんだろうというようなですね、印象を抱くんですけども、まあ、実際その現場を見てみますとですね、まあ、どうもそれとは違う。まあ、180度までは違う。言わないけども、どうもですね、まあ、こういったことでですね、まあ、平和は来るのだろうかというようなですね、まあ、疑問を抱かざるを得ないような状況になっております。実は、この、まあ、名護市でのですね、まあ、平和行進が行われた11日午前のことなんですけども、ちょうど私ですね、まあ、所要で名護にいまして、まあ、名護市内にあります、ある小学校の前を車で通っておりました。で、車で通ってみるとですね、まあ、その時間帯は、小学校で言えば授業中の時間帯だったんですけども、その授業中の時間帯でもですね、この平和行進の方々が上げている叫び声がですね、非常にけたたましく聞こえてきたんですね。もう、基地はいらないだとかですね、米軍は出ていけだとかですね、まあ、そういったですね、叫び声が、小学校の近くまで聞こえてきました。で、近くに小学校があるということはですね、まあ、授業中ですから、静音、音量にですね、まあ、配慮すべきかと思うんですけども、まあ、こういった平和行進に参加している方々はですね、まあ、それに配慮することなく、まあ、近くに学校があるっていうのをお構いなくですね、まあ、大声を上げていたっていうことになります。まあ、私、これを聞いてですね、本当にこの人たち、配慮がない人たちだ。あっち系、いわゆるあっち系と言われる人たちはですね、本当にですね、配慮がない人たちだなっていうふうに思います。これで一番迷惑を被るのがですね、まあ、授業を受けている子供たちではないかなというふうに思います。まあ、先日もですね、沖縄西の方で目にしたんですけども、まあ、宜野湾市にあります、普天間第二小学校ではですね、まあ、最近3ヶ月間でですね、まあ、飛行機の爆音が聞こえてくる、米軍の飛行機の爆音が聞こえてきたということでですね、校庭で遊んでいた児童たちが、まあ、校内に避難したということがですね、まあ、300回以上あったそうなんですね。
まあ、音がうるさいというのと、それからですね、まあ、墜落してきたら危険だということでですね、まあ、先生たちが児童を避難させているということになっているんですけども、まあ、このことについてはですね、メディアは大きく取り上げているんですけども、この名護市内のですね、まあ、学校がこの平和行進に参加している人たちが挙げたですね、まあ、大声に迷惑しているということはですね、まあ、ほとんど取り上げていないのではないでしょうか。まあ、このようにですね、まあ、平和を訴える人たちのことはですね、まあ、どんなに悪いことをしてもよく取り上げて、逆に米軍、悪いことをしてもですね、良いように取り上げてですね、まあ、米軍ですとか米軍関係者の方がですね、まあ、良いことをしても取り上げない、逆にちょっとでも事故を起こそうものならですね、もう大々的に取り上げて米軍をバッシングするというようなですね、まあ、報道がずっとなされてきております。まあ、このようにちょっと新聞だってとか、テレビだけ見ているとですね、まあ、たかも沖縄県民はですね、まあ、米軍基地の基地被害に苦しめられているというふうなですね、印象を持つかもしれませんけども、決してそのようなことはないと思います。まあ、全くないとは言いませんけども、まあ、米軍があるせいでですね、まあ、住みにくいなというふうに考えている沖縄県民は、もうごくごく少数ではないかなというふうに思います。まあ、私、沖縄にずっと住んでいる、もう7年近く住んでいるんですけども、まあ、いろんな方とこれまで話してきてですね、まあ、米軍があるせいで、もう生活に支障をきたしているっていう人の声をですね、もうほとんど聞いたことはありません。まあ、こういったこともありましてですね、まあ、今年もですね、この平和行進については、配慮が、欠けているな、地元、地域に対するですね、配慮が欠けているなというふうに思います。あと以前ですね、まあ、私これ一つ手から聞いた話なんですけども、この平和行進 5.15 平和行進でですね、まあ、行進している最中にその行進団がですね、赤信号で止まっていたそうなんですね。で、その赤信号で止まっていたために、この平和行進の行進の列がスーパーの駐車場の出入り口を塞いでいたっていうことがありました。ちょうどそのスーパーでですね、まあ、買い物を終えてきた主婦の方が、まあ、車を道路に出そうとしたところ、まあ、この平和行進団の列に阻まれてですね、まあ、5分ぐらい足止めされたっていうことがあったそうなんですけども、まあ、これに対しても沖縄のメディアはほとんど取り上げませんでした。まあ、こういったふうにですね、まあ、平和行進団の方々がやっていることに対しましては、決して地元の人に迷惑をかけても、まあ、それを取り上げないっていうようにですね、目隠しされているところが私非常にですね、まあ、納得いかないところであります。で、あと先ほど紹介したですね、まあ、八重山日報沖縄本島版の記事で気になったところが、この長崎の方から、長崎からですね、まあ、この平和行進に参加した、人の声なんですけども、沖縄に大半の基地が集中する現状はおかしいというふうにしてきたっていうふうにあるんですけども、じゃあ、沖縄に基地が、米軍基地が集中しているのがおかしいというんだったら、じゃあ、お住まいの長崎にですね、一部でも引き取ってもらえないものでしょうか。まあ、この方、その後です。それ以外の言葉ですね、まあ、紹介されていなかったんですけども、もし、まあ、自分たち長崎市でもですね、沖縄の米軍基地の負担をですね、まあ、少しでも引き受けますよっていうようなですね、まあ、気概がなければ、何もですね、まあ、こういったわざわざ県外からですね、沖縄に来てですね、まあ、こういった平和行進活動で、まあ、沖縄に基地が集中する現状はおかしいというふうに訴えてもですね、もう代案を出さない以上、何の説得力もないなというふうに思います。で、あとは、広島からもですね、行進に参加していた方がいらっしゃるそうなんですけども、まあ、広島で、広島のような悲惨なことが二度と起きないように、行進を通じて平和を祈りたいというふうにコメントしているようなんですけども、じゃあ、基地がなくなればですね、まあ、戦争はなくなるのかといったら、まあ、決してそうではないと思うんですね。まあ、原爆を落とされた当時の広島にはですね、まあ、米軍基地がなかった。それにもかかわらず原爆を落とされてですね、まあ20万人近くの方がですね、犠牲になったことを考えますと、何もですね、基地がなくなればですね、まあ平和の世の中が訪れるとは限らないわけでございます。あっち系の方々はですね、よく基地がなくなれば、平和を訪れる。基地がなくなれば、米軍人による犯罪は起きないっていうふうに言っておりますけども、まあこういったことはですね、私本当に詭弁に過ぎないなというふうに思います。基地、あとですね、こういった平和行進に参加している方々の中には、まあ、日本が、1970年、昭和47年に日本に復帰したとは言っても、米軍基地が残ったまま復帰してもですね、まあ、これは屈辱だというふうに言ってるんですけども、じゃあ、米軍基地があるのはですね、まあ、沖縄県だけかといったら決してそうではないんですね。もう皆様よくご存知のように、青森県の三沢市にも米軍基地がありますし、あと、まあ、九州で言えばですね、まあ、長崎県の佐世保にも米軍基地があります。
で、あと、神奈川県の座間基地ですとか、あと、首都の東京にもですね、横田基地があります。沖縄県以外の都道府県にもですね、米軍基地があるところがあるのに、なぜ、沖縄にですね、沖縄から全部が基地がなくならない限りですね、まあ、祖国復帰しても意味がないっていうような、そういったことが言えるのでしょうか。私、これもですね、非常に矛盾した、言動ではないかなというふうに思います。まあ、このようにですね、まあ、基地反対系を訴える方々の声をよく聞いてみますと、結構矛盾がですね、ボロボロ出てくるんですね。なので、決してですね、まあ、このラジオを聞きの皆さんはですね、すでにそういうことをしているかと思うんですけども、決して、新聞やテレビの報道を鵜呑みにせずにですね、あっち系の方々が言っていることの本質をですね、よく考えていただければなというふうに思います。まあ、こういったふうにですね、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、反戦平和を訴える方々の声、基地反対をですね、訴える方々の声であればですね、まあ、どんなにあっち系の人たちがですね、地元に迷惑をかけるようなことをしてもですね、まあ、こう言って美化される、こう言っていいように取り上げられるというような、風潮にございますので、沖縄のメディアのですね、まあ、報道にはですね、ぜひとも眉に唾をつけて見ていただければというふうに思います。で、あと、まあ、こういったの基地反対派の方々の行動なんですけども、まあ、何もですね、こういった方々の行動が迷惑をかけているのがですね、まあ、地元の方々だけではないんですね。実は、国家公安委員長が公表しております、内外情勢の解雇と展望という資料がございます。これネット上でですね、ご覧になることができますので、ぜひとも公安調査庁内外情勢の解雇と展望というふうにですね、検索してみていただければと思います。その資料の中にですね、平成29年の国内情勢という項目がございます。この項目の中にはですね、まあ、公安調査庁がですね、まあ、この危険集団だとしてマークしている集団のですね、まあ、動向が記されております。で、やはりトップに来るのはですね、まあ、オウム真理教であるんですけども、その次に来るのがですね、国会前で、集会やデモを繰り返し安倍政権を批判している集団が来るんですけども、その次に来るのがですね、米軍普天間基地の辺野古移設阻止を訴えて、妨害などの抗議行動を継続。米軍普天間基地の辺野古移設阻止を訴えて、妨害などの抗議行動を継続というふうに出ております。まあ、妨害というふうに言ってるぐらいですからですね、まあ、こちらのあっち系の人たちがですね、やっている行動に対しましては、まあ、国家公安委員長もですね、まあ、非常に手を焼いているというふうに見て取れるんですね。まあ、このように、まあ、国家公安委員長から危険な集団としてマークされることをやっているようなですね、方々が平和を訴えても、私何の説得力もないなというふうに思います。やはりメディアだけではなくてですね、まあ、こういったネットからですね、まあ、いろんな情報を総合してですね、まあ、地形の人たちが行っていることをですね、まあ、知っていただければなというふうに思います。もちろんこの番組を通じてもですね、まあ、いろいろ取り上げていきますので、ぜひとも皆様ですね、まあ、来週以降もこの番組に聞いていただければ幸いでございます。あと、この本放送を聞き逃した方のためにですね、まあ、私の友人であります、ボギー中佐が、YouTube 上でバックナンバーを公開しております。まあ、ボギー中佐の YouTube ナンバー、YouTube からですね、まあ、こちらの番組のバックナンバーを聞きますので、ぜひとも水曜チュラチュラ作戦とですね、まあ、検索して、まあ、聞き逃した週がある方はですね、まあ、こちらから聞いていただければ幸いでございます。まあ、ボギー中佐もですね、もう毎週頑張ってバックナンバーをアップしてくださっているので、私だけじゃなくて、まあ、ボギー中佐のためにも、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは来週も夜8時半にお耳にかかりましょう。皆様、良い1週間をお過ごしください。ごきげんよう。